よーし、新企画、始めていきましょう。FIFA19 で、そうですね、J リーグの、前哨戦をやるという、週1とか週2とかでやる企画を始めたいと思います。つまり、次節が僕の推しチーム浦和は、2018年10月20日、左下にありますね、対アントラーズをホームで迎え撃つという試合なので、それの前に FIFA19 でそれをやるという、簡単に言うとそういう試合企画ですね。現在、浦和レッズは第6位、対する鹿島アントラーズは第3位、この3位以内の ACL を目指しているところです。鹿島強いですからね。あら、こうなっちゃうんだ。これを鹿島に合わせて。あれ、ない。あった。多分こういう感じで。なんか、今回 FIFA19 は、自分のなんか推しチームみたいなのを設定できて、それの次節のはどういう試合ですみたいなのが出るんですよね。で、チーム管理しましょう。で、なんかデフォルトがこうなってるんですけど、なんか最近の浦和は、多分これなんですよね。あ、間違えた。で、ファブリシオは怪我ですね。出れないので、どの辺になるのかな。宇賀神入れて、なるべくこう、実際に近いフォーメーションでやろうかなと思ってます。菊池とか出てないんだよね。宇賀神。いや、出てんのかな？菊池最近。どうだったかな？で、なんかこんなフォーメーションなんですよね、最近。スリーボランチみたいな。橋岡出てる、岩波、マウリッシオ、牧野か。こんな感じだと思います。これで、まあ、あとはいいかな。何回かこうテストマッチしてみたんですけど、あ、で、相手の、コンピューターの強さはプロですね。プロ。J リーグはプロリーグ、J1 リーグはプロリーグなので、プロにしましてます。おい。うわ、これ今回めっちゃ難しいんですよね。おい、シュートの、なんていうんですかね、タイミングを合わせるのがすごい難しくて、めちゃくちゃ苦戦してます。自分の、サッカーゲームサッ歴カーを愛は、する皆さん、今日の実況は西岡明彦、解説は福西崇さんでお送りしおお、ます。サよイスろしターくおです願かいしね。ます。本日は浦和レッズと鹿島アントラーズの対戦です。赤いチーム同士の戦いです。サポーターの間でもライバル意識が強いんですよね。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて、敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか？そうですね。プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れ、何こミスれ？が目立つようになりますからね。予報、予今日も想、強い圧力をかけてく予るでし想ょフォーメーションめちゃくちゃだけど。まあいい。う。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな442のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。これ、しかし今日は興味深い対マウ戦リシカオードかでな？すね。そうですね、全く予想がつきません。これ、武藤か、似てねえな。よし、やりましょう。絶浦対和勝のキックつ。オフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。牧野智合ってるね、明、フォーメーション。フォーメーションちゃんとしてるよ柏な。木陽赤シャイ介、ここだもんね。で、青木はここにいて。これ長澤でしょ？あ、合ってる合ってる。大丈夫だ。
ちなみにサッカーゲーム歴はそんなに昔のウィニングイレブン以来やってないんで、うまくはないです。あまりの操作の難しさに手間取ってる感じなんで。うわお、武藤優希、ちょっと消極的なパス回しです。あー、うまい、いいボールが入りそう。おいおい、1点リード、これは入らない。マジか、思いましたが運がなかったですね。これ決まんないか。鹿島の、さすがの鹿島のディフェンダー陣って感じですね。キッカー柏木だよね。オッケーオッケー、パー蹴っとく。ボールを入れた。おい、おお、惜しい。メタが抑えられない。さあどうなる。どうだ。お、素晴らしいボールです。うわ、下手くそ。大きく外れました。角度が全くなかったですから。柏木か、無理に打たない方が良かったかもしれません。あ、折り返した方が良かったか。なるほどね。さあ3位の鹿島3位ってことは ACL 圏にいるんだよな、鹿島、羨ましい。土井翔馬めっちゃ調子いいですからね、最近鹿島。今年の ACL もなんかすげえ決勝まで進みそうな予感があるし、決定的、羨ましい。なん、はい、おい、おーぶーい、あぶね。うん、シュートが枠に嫌われました。怪しいぞ雲行きが。しかしこういうチャンスを生み出していければいずれ勝ち越し点が生まれそうですね、うん、おい、ちょっとコースが、おい、カットされます。よし、ここでシュート、おい、あー危ねえ、やばいやばいやばい。おい、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ちょっと守備的に行かないとダメだな。鹿島の攻撃です。うわぁ、田中山、キーパーに近すぎました。やっぱいい選手いるな鹿島。このスリーボランチがあんま機能してないんだよな。あー、いいパスとは言えません。雑だ。簡単にボールを失いました。橋岡に裏取らせたいんですけど。レオシルバ、おい、ナイスカット。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。裏取れる。登録心臓、あ、ダメだ。あ、攻撃に移りたい。判断が遅い。ちょっと黙っちゃうかもな。味方を使います。あ、おいおい、待って、やめて。PK です。おい、これは PK です。広いだろそれは。ここでリードするチャンスですね。あかん、それはあかん。わあ、にしようか。飛べ、おい、PK を決めました。落ち着いた、いいキックでしたね。押したんだけどな。ここは落ち着いて決めました。落ち着いていますね。わあ、ボタン間違えたかな。まずいぞ。興梠慎三、ホームで負けるわけにはいかないんだよ。興梠慎三、牧野智明、お、橋岡走れ。サイドのスペースが広く空いています。おい、中央にクロス、それはダメか。クロスは結局合いませんでした。おい、にしてもイニエスタがジェリー来て盛り上がってますけどね。イニエスタがいるから勝てるってもんでもないっていうのがジェリーが面白いところですよね。青木拓也、おい、あー、いるところにパスを蹴ってしまいました。点数取れる気がしねえ。ミスったかな。うん、ダメだ、もうちょっと落ち着かないと。ナイス、おい、
おい、見事な視野です。おい、ゴールです。同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。いいね、実力伯仲ですね。なんか長澤が決めるとか最近のレッズっぽい。ゴール前のチャンスを逃しませんでしたね。はい、力まずにしっかりと決めてくれました。ナイスゴール。よし行こう、逆転しよう。逆転安志、三沢健人、初 FIFA の動画で負けれないんだよ。ああ押されない。あ、ナイスです。伊賀神智也、うわー危な。青木拓也、岩波拓也、いやちょっとまずいなこれ、カットされそう。柏木陽介、興六新造、ここに興六か。ボランチがせっかく3人いるんだから。おー、いい走り込み。おいおいおい、キープキープ、上がりすぎ上がりすぎ、ちょっと下がろうぜ下がろうぜ、リトリート、ミサオケント、リトリートしよう。ナイスです。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。なんか危なっかしい、一回蹴っとこう。前に押し出します。裏、うわー惜しい。ミサオケント、土井翔馬、鈴木優馬、待って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 、危なー。ナイスナイス、柏木陽介、カウンターのチャンス、ナイスカウンター、仕留められるか。武藤勇樹、素晴らしいボールだ。うわー、シュートは決まりません。やべ、ちょっと声がでかいな。橋岡っぽいけど決めようぜ。この前橋岡初ゴール決めたからな、熱かったんだよなあれ。ナイスナイス、おい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 、キープが下手くそだな。走り込んだ味方に、まずいまずい、岩波岩波岩波ついて、中央にクロスが上がった。いいボールでした。まだ PK でちっか1点上げてないんだから守備を固く。あー危ないこれ、あーこうなるのか。牧野上げとく。今日の試合ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。あー、いい組み立てだったんですが、レフリーの笛が鳴って前半終了。おー、よしよし、スコアは1対1、ゲームはハーフタイムに移ります。悪くない悪くない、前半この選手のプレーがよく効いていました。長澤がね、あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。それじゃいいかな。後半は鹿島アントラーズのキックオフで始まります。ちょっと守備を、ボールを回して味方の上がりを待ちます。いや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 、あーカットできない。おおよ、嘘でしょ、危な。このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたが、あ、やばい、タイミングがうまく合わなかったようですね。ショートパスカットされてカウンターされるってよくあるんだよな、下手くそすぎて。ゲームを作るパス、またまた通ります。違う、そっちじゃない、嘘でしょ。レオシルバ、遠藤康志、やべえな、レオシルバとかいいんだもんな。土井翔馬、三沢健人、さあスタジアムのテンションが上がります。待って待って待って、シュートは入る。あー危ねー、すごいセーブだ。西川、庄司源、チョン・スンヒョン、西大吾、取れない取れないんだよな。あーまずい、それまずい。ナイス、マウルシオ、まずいまずい、それまずい。
クリアクリア。前に出しましたが気を抜けません。鹿島アントラーズ選手交代です。土井翔馬下げてセルジーニョ来た。出た化け物。こいつなんかジーコが連れてきた23歳のブラジル人なんですけど、こいつ危険ですよね。スローインはしっかりと味方につなぎたかったですね。おい、落ちてるね。ここはアントラーズのコーナーキックです。嘘でしょ。ボールを入れました。クリアクリア。中央へのボールはクリアされました。鹿島アントラーズのスローインです。ああ、牧野黒いな。レオシルバクロスを狙ってきますか。これ守備バランスが一番重要だからな。ケント待って待って、抜かれちゃダメ、抜かれちゃダメ。クロスを中央に入れた。おいおい、ナイスナイス。まだチャンス。ここはしっかりクリアされました。いやずっと相手じゃん。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。待って一回回そう。あー外いいね、外いいね。宇賀神、宇賀神智也、おいそれないって。チョン・スンヒョン、コオロキの使い方が下手すぎる。広く空いています。レオ・シルバ、おナイスカット。おっしゃーよ。均衡を破る。63分まだいけるね。これは交代する。うわー、柏木に変えて阿部だって。鹿島アントラーズが選手を交代します。いいよそれでいいよ。いまいち柏木機能してないセットプレーとかどうすんだって話だけど、まあでも阿部ちゃん、青木に変えた阿部ちゃんなんだけどな普通。あ、ナイスパス、すげえじゃん。武藤勇樹、中央にクロス。うわー、ボールを入れてきましたが、ここはクリア。嘘だろ。宇賀神智也、宇賀神がそこにいるのか。青木拓也、長澤戻す。相手を揺さぶりながら。ああダメだ。パスをつなぎます。戻そう。いやー繋がんない。長澤いるじゃん。長澤ナイス。裏ナイス。うわー。クリアされました。ボールを嘘やん。襲いかかります。阿部勇樹。うわ。コオロキへ。クロスはマイナス。こんな劣化版バルサみたいな攻撃してもダメなんだな。一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。さあリードできるか。あーキープポゼッションサッカーとかやってる場合じゃねえんだけどな。あー隙が見つかんない。あーワンタッチだよワンタッチ。くそー西大吾。うわーやめて、そういうカウンターとか。スローインが転がり込んできました。よしよし。スローインから攻守が変わります。鹿島アントラーズ選手交代です。長木亮太、ミサを下げて長木。阿部勇樹、牧野智明。こっち2人いるか。青木拓也、興梠慎三。うわナイスナイスキープ。阿部勇樹、浦和の攻撃です。裏、これはスルーパスが強い。ひとまず下手すぎる。エリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。ちょっと今絶対チャンスじゃん。マジで言ってんの。あでもちょっと慣れてきたな。登録心臓。あ、ナイスパス。スルーパスを出した。この相手にクリアされました。寄せられています。おい、全然取れない。何なの？カウンターのチャンス。ここは決めたい。うわー、すげえとこ出してきた。カウンターのチャンスを決めたい。うえ、まずい。マイナスのクロス。ああ、ナイスクリア。はい、安心のコントロールです。小笠原光雄、あきす、あ、何ユーマ、何してんの。うーぶねー。キーパーの手の中へ。
抑えろ。うわマジか。小笠原光雄、遠藤康志、うん、まっ、うん、まっ、なんとか勝ち越し点を奪おうとしましたが、ここは入りません。橋岡に書いて回るしよ。まあ、あんま見ない答えだけど。マルティノスか、そうか、橋岡に変えてマルティノスね。マルティノスもうちょっと頑張ってほしいよね、リアルの世界で。おい、残り時間はわずかですが、試合は同点のまま膠着状態が続いています。ボールを素早く戻します。あー、グリア、ここをなんとかかき出した。同点やだな、引き分けやだな。うん、何それ、ここはボールを、やばいだろそれ、いい読みでしたね。ボールがこぼれました。あー、危ねえ。宇賀神智也、ダメだ、時間ないよねこれ。岩波拓也、はい、おい、通らねえか。後半が終了いたしましたが、決着はつきませんでした。これどうなんの、引き分けってなんのかな、ちゃんと。あ、ゴールデンゴールとかね、あるのか。ドローで終了。いやー、マジかー、こっからはもう勝ち点3しかいらないんだけどな。ドロー、これドローってカタカナでドローってやばいな。という結果になりました。うん、そうね、この新企画、うん、1試合ごとアップできたらなと思ってます。あ、試合ハイライトで見ようか。浦和のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。うん、うわ、ひどいひどいにしてもなんか浦和使ってると武藤が得点取る確率が高い気がしますね。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから柏木顔似てないな。無理に行った方が良かったかもしれません。あー、 PK 取られちゃって右に飛んだつもりだったんですけど。 PK を決めました。落ち着いた、いいキックでしたね。やだやだ、で長さだっけ。見事な視野です。ここでゴールです。うん、同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増していますということですね。この辺でじゃあ終わりにしましょう。武藤勇樹、また来週素晴らしいボールだ、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。決まりません。失礼いたします。ほんのわずかにそれましたね。